館内まで来てます。伊勢崎モールは新しい店舗が入ったりしてますね。サーティワンも美味しいですよね。ドンキホーテの方向に吸い込まれていきます。おしゃれなパチンコ屋さんを過ぎたあたりにラーメン屋さんが見つかりました。横浜家系ラーメン伊勢崎屋に到着しました。伊勢崎長者町駅から徒歩5分、日の出町駅からも徒歩6分ぐらいで来れます。電子マネーも使えるようです。こちらのお店は11時から18時までライスが無料になってます。それでは入店したいと思います。ハイテクな食券機になってます。こちらの食券機はメニューのボタンを押してから支払いのメニューになります。家系の食券機って先にお金を払うような食券機が多いので間違ってしまうんですよね。あ、よく見たらジローがありました。チャーシュー麺を食べようと思ってたんですけど野菜不足なので今日はジローにしようと思います。テーブル席もあるのでゆったりできます。まさか家系ラーメン屋さんに来たのに二郎系のラーメンがあると思いませんでした。楽しみです。二郎850円でした。チャーシューも大判で野菜がたくさん入ってて嬉しいです。ニンニクはありにしたんですけど店員さんに言って少なめにしてもらいました。本場のラーメン二郎に比べると野菜は少し少なめですがこれでも十分に野菜が取れそうです。スープはどんな感じでしょうか。スープをいただきたいと思います。あ、スープはめっちゃ熱くって本格的な家系スープになってます。二郎系のスープは少し甘みがありますがこちらは家系スープを生かしてる感じがします。甘みのないスープなので新鮮です。野菜を崩していただきたいと思います。もやしがいっぱいです。もやしは割としんなりしてて美味しいです。麺が出てきました。麺をいただきたいと思います。わしゃわしゃした麺でめっちゃ美味しいです。チャーシューをいただきたいと思います。あ、柔らかいチャーシューなんですけど肉質が締まってて美味しいです。二郎系だと野菜マシマシにするとスープが薄まってしまう感じがするんですがさすが家系ラーメンのスープなので全然薄まらなくって美味しいままです。麺に
も濃い家系ラーメンのスープが絡むのですごく美味しいです。チャーシューは味がしっかり染み込んでて美味しいですね。思っていた以上に美味しかったので調味料を入れ忘れてしまいました。次回来るときはちゃんとした家系ラーメンを食べてみたいですね。館内のラーメン二郎はかなり並びますから、夏の暑い時期はこちらの二郎を食べるといいかもしれないですね。ごちそうさまでした。